シャッサー赤です。今回はですね、皆さんフォートナイトティザーの第2弾が出たというわけでね、ちょっと第2弾まで出ましたら傾向がちょっとわかるかなと思いましてね、ちょっとね今見ているんですけれども、今回は何でしょうか。このね N っていうのがね最初に出て、この全体的なあれですね、字で言うとね N と、で次は E という文字で出たわけですけれども、今回のティザーはなんとかなんとかって感じで、ちょっとね N と E っていうとなんだなんだって思って、パッと思いついたのは、あ、これナイキだって思ってね、コラボかなって思ったんですけど、違いますね。いやー、このアルファベットに何が隠されてるのかわかんないんですけど、シーズン9はまあでも言ったら未来チックになるのかなっていうね感じがしますけどね。まあ今のところ僕のね故郷がねマグマのね海の中というか、なんというかって感じですけれども、リテールローがねマグマの中に沈んでいますけど、どうなるんですかねこれからね。でまたこうね N と E と出て、 E と出て T ニートみたいな、そういうわけでもないか、そういうわけでもないか、そういうわけでもないかもしれないけども、これはまああと2文字で完成するわけですけどね。やっぱり身近なねところの言葉でね N と E と組み合わせてあと2文字で完成する単語って言ったら、やっぱそれぐらいしか思い浮かばないんですけれどもね。本当にやっぱり部屋の中で何か待機しろということでなんでしょうかね。やっぱりね自宅を警備しようっていうことの啓示なんでしょうか、このエピックさんからのね。いやー、でも今回のでなんかこう新しいこうね、例えばこうアイテムが出てくるよとか、そういうジップラインだったらジップラインとかそういうのがあるよっていう感じでもないっていうのは、なんでしょうね。でもまああとすぐですよね、もうすぐ、今日で多分3文字目が出てきて、で明日で4文字目が出てきて始まりますよみたいな、そういう形ですよね。いやー、今回のシーズン9はちょっと読めないね。多分何かが出てきたとしても、シーズン8の時は海賊かなみたいな、そういうねドクロみたいな感じのこうニュアンスじゃないけれども、つなげたらこうなんかなってたんだけど、今回のこの N と E っていうアルファベットでもう露骨に来たんで、つなげるもクソもねえんじゃないかっていう、そういうね見方を僕はしちゃうんですけど、皆さんのねこう予想はいかがでしょうか。これはねどうつなげてももう人がいてねアルファベットになってるんで、どう傾けてもアルファベットアルファベットですもんね。それがどういう風になるかって言ったら、やっぱり自宅警備っていう方向に進んでいくんですかね。いやー、でも自宅でね警備するっていうのもね、いろいろとね忙しいんですよね。本当に忙しいってことないか忙しいってことないかもしれないけど、そうなんですよね。いやでもこれからねシーズン9始まっていく上で、やっぱりねバトルパスですよ。バトルパスはねやっぱしっかりねこうねしっかり購入していく上でね、やっぱ重要なのが毎回僕言ってます、バトルパス速攻ね課金したい方はね混み合いますのでね、事前にね V-BUCKS の方は購入しておいた方がいいですよっていうのをね僕はシーズン7の時にね学んだのでね、ぜひともね当日もうティアを買って金で解決するっていう方はね早めにねバトルパスの V-BUCKS ですね、 V-BUCKS はね入金しといた方がいいですよっていう、そういうねお話でございますよ。いやーもうね僕もこれでまた V-BUCKS をねこうやってってなんですけれども、最近ね5月といえば皆さんねまあゴールデンウィークだったり子供の日だったりあるんですけれども、あれの日でもあるんですよ。そう
自動車税のね、そうなんですよ、月でもあるので、そうなんですよ、税金が来るわけですね今回もね。なんか税金のね制度がちょっと変わって、なんかねちょっとね安くなったり高くなったりしたんですけど、僕の税金はどちらかというと安くなりましたね。ちょっと排気量のねある車なので、なのでね、ああそうなんだって思いながら、でなんかこう今か今かと、ま、待ってるんですよ。もうだって5月のだってもうね 3分の1過ぎますよ。まだね税金の通知書来ないですからね。あれ5月中に払えっていう風にね言われるはずなんですけどね、おかしいですね。僕の車はやっぱり排気量が大きいんで、ちょっと今回はじゃあ去年よく払ってくれたから今年はまあ免除してあげるよみたいな、そういう話なんですかね。もう本当にそういうわけには多分ならないと思うんですけど、どういうことなんでしょうかねこれはね。まあでもね車の排気量によってねいろいろと税金が変わってくるんですけど、まあ軽自動車とかだったらね1万円ぐらいでね税金済んじゃって維持費が安いっていう風にね皆さん思うじゃないですか。軽自動車安いんですけど、まあ自動車税でまあ変わるところって、まあまあ そこのねあの値段のところが変わって1万円で、それ以上のね排気量、例えば2リッターのクラスになってくると3万円ぐらいになってくるよというわけにねなってくるわけですよ。そうなってきて、じゃあ他に何が変わるかっていうと、大体そこぐらいしか変わんないんですよね。あの車検の費用とかそういう法定費用は特にね変わらないので、車買うときにね軽自動車しようかな、それともまあプリウスみたいにこう燃費がいい車にしようかなって考えてる方は、そこぐらいしかぶっちゃけ変わらないんで、保険料とかもね逆にプリウスは高いんですけど、ものによってはねそこまでねそこまで圧迫するものではないです。なのでやっぱ一番最初にねまあ変えるというか、そこのね部分で自分の例えば予算に見合った車、例えば100万円で欲しいって思って100万円の中でいろいろラインナップがあるわけですよ。まあ新車で100万って言ったらもうほぼほぼないんだけど、中古でこう考えたらねいろいろな幅があるわけですよ。そうなった時に燃費と、あとはタイヤのサイズですね。タイヤのサイズが地味にねお財布に影響を与えます。これはねなんでかっていうと、タイヤっていうのはね軽自動車のタイヤって細いんですよ。めちゃめちゃ細いんで安いんですよ、それだけ分。あといっぱい人が乗ってる車とかだったらね、例えば軽自動車のタイヤと SUV のタイヤとって、まあ太さも違うしでかさも違うし価格も違うんですよ。まあそうなった時にねそういうところでタイヤ交換しようっていうなった時に、軽自動車だったらもう4万円でホイールもついてくるみたいな、そういうね値段の差があるんですけど、普通の SUV だったらもう十何万とかねすることもざらなので、そういう風なね違いがまあ若干出てくるので、そこで維持費というか軽自動車ならではの安さっていうところが変わってくるんですね。あとはまあホイールとかね、まあパーツとかが結構軽自動車は安い、流通量がねあればあるほどね需要と供給の差なのでしょうがないんですけれども、人気の車種であれば意外とパーツが豊富だったりするのもまあいいところではあるんですよね。例えば今国産のスポーツカーでね86があるじゃないですか、 86BRZ とかあるじゃないですか。その車か、例えばですね、じゃあ他に例を挙げるとするとスープラとか、じゃあどっち買ってもじゃあ同じようにいろんなカスタマイズなパーツあるのかっていうと、スープラが圧倒的に新型のね90スープラの話ですのという風になってくるのでね、まあ買うとしたら、まあ最初買うとしたらある程度流通量があって、あとはタイヤのサイズ幅がねある程度もう安いって言っても、まあどういう風に調べたらいいのかっていうと、車を調べるとね前後のタイヤのサイズっていうのはねネットで調べたら出てくるもんですから、そのサイズをまた調べるとタイヤ1本いくらぐらいっていうのが大体わかりますね。これをねしっかり調べた上でね、自分はこれぐらいタイヤ交換で、例えばね中古車で買うんだったら中古車のタイヤは使ってるタイヤですからね、
交換するときにまた費用として乗っかってくるので、そこがこう変わってくるだとか、あとはそうですね、まあ個人的にはやっぱね、燃費とかっていうところもね、ちょっと気にしてもいいんじゃないかなとかって思ったりしますね。今高いんですからね。ハイオクもね155円で入れられるところがだいたいそれぐらいが平均なのかな。高いところだって170円とかもありますからね。ぜひ皆さんね、参考になればと思います。というわけで今回はね、ちょろっと、フォートナイトティーザーとかのお話でした。本当に NEET になるのかちょっとね見ものですけれども、まあちょっと待ちましょう。というわけで今回はこんな感じで終わりたいかと思います。それでは次回もかかってこーい。包帯星見の好きやな。そう。なんなんそれ。多分いける。多分激ロジ。オッケーナイス。よっしゃー。おっしゃ取ったぞー。序盤の武器は何が必要かっていうとね、フォートナイトの場合はあのショットガンを見つけてください。オッケー。来たー。よっしゃー。